大梅でツツジのお寺といえば塩舟観音ですが、大梅市の東部埼玉県にほど近い薬王寺もツツジでは誉れ高い古刹です。この寺の山門は2階建てで、上は金付き堂になっています。600年の歴史を誇る大梅の薬王寺の境内の斜面には2500株のクルメツツジが色とりどりの花を咲かせ、まるでパッチワークのようになっています。薬王寺は真言宗武山派の古刹。真言宗といえば弘法大師、境内には四国88箇所と同じ御利益があるとされるお砂踏みがあります。ツツジの花を過ぎて参道を少し登ると、やや開けたところに不動堂があります。毎年節分には修験道の行者の方々と火祭りが行われます。